はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、棋戦速報8月30日版やらせていただきます。まず早速、藤井七冠の対局予定から見ていきます。来年1月頃、朝日杯の決勝トーナメント、ベスト16から登場。そして11月頃に銀河戦予選決勝。こちら、野月八段か、横山七段か、羽生九段と予選決勝を戦うという形になりました。そしていよいよ、8月31日、明日から、王座戦第1局、永瀬王座との小番勝負が始まります。ちなみに、永瀬王座対藤井七冠の対戦成績は、藤井七冠から見て11勝5敗となっております。永瀬王座といえば、やはり豊富な研究量、そして練習仲間ですので、互いの手の内を知り尽くす間柄となっているということも、非常に厄介な要素だと思います。そして、やはり体力が凄まじいです。2022年6月3日に行われました棋聖戦第1局では、先手番の藤井七冠相手に2回連続で千日手となりまして、そして3局目フラフラになった藤井棋聖を倒すと、そういった一幕がありました。完全な体力負けを喫した藤井棋聖はこの時、体力トレーニングをやることを決意したと後のインタビューで語っておりました。そしてやはり、藤井永瀬戦は先手番の勝率が高いということで、後手番が鍵になると思われます。タイトル戦において藤井七冠、先手番では9連勝中ですが、後手番では直近5勝4敗ということで、やはり後手番の戦い方が大きな鍵を握ってきそうです。逆に言うと、もし先手番で落とすようなことがあると、タイトル戦初めての敗戦ということも見えてきてしまいますので、果たして八冠達成なるかどうか、やはり後手番が鍵になりそうですね。先手番は34勝4敗、約9割、後手番は26勝10敗、約7割というタイトル戦の勝率が残っております。続きまして、アベマトーナメント、こちらもいよいよチーム藤井が9月2日土曜日に登場いたします。チーム斉藤との戦いとなりますが、果たしてどういう展開になるか注目ですね。勝ったチームは9月9日か16日に放送されます準決勝に駒を進めまして、9月23日に決勝戦が行われると、そういった運びになっております。ちなみに NHK 杯でも藤井七冠が9月3日日曜日に登場予定、藤井チームが9月2日、そして藤井七冠個人が9月3日に登場ということで、本当に藤井ファンにとってはたまらない土日になりそうです。藤井七冠は出口六段と、2回戦を行いまして、勝てば里見久保戦の勝者と戦うという形になります。もし里見女流が久保九段に勝っていれば、藤井七冠対里見女流という、対決が実現するという可能性があります。果たしてどうなっていくか、こちらも大注目ですね。そしてその下に行きますと、稲葉八段対木村九段、伊藤匠七段対糸谷八段、右に行きまして永瀬王座対三浦九段、羽生九段対豊島九段、そして藤森五段対菅井八段、中村八段対広瀬八段という戦いが組まれています。やはり注目は右上の山になります。永瀬王座、羽生九段、豊島九段、この3人のうち1名あるいは誰も勝ち上がれないかもしれないという、まさに死のブロックですね。そして逆側の山 B ブロックも見ておきたいと思います。佐々木八段対小森五段対池永五段、渡辺九段対郷田九段対天彦九段戦の勝者、斉藤八段対増田康光戦の勝者、沢田七段対谷川十七世名人、そしてその勝者が八代七段と戦うと、そういった形になっております。続きまして JT 杯、こちらも藤井七冠9月9日土曜日に登場となります。結構放送日程や対局日程、藤井七冠のスケジュールが密集しているなという印象がある8月の終わりから9月上旬のスケジュールでございます。そして勝ちますと10月21日に永瀬王座と準決勝、そしてそこも勝ち上がりますと11月19日に決勝戦となります。果たして JT 杯連覇、そしてグランドスラム連覇なるかどうか大注目でございます。ちなみに個人成績部門では対局数、勝ち数ともに藤井七冠がともに3位につけております。対局数ではちょっと佐々木七段に追いつくの大変そうですが、やはりちょっとタイトル戦ほとんども藤井七冠ってトーナメントとかリーグ戦っておらず、タイトル戦の番勝負と、あと
一般棋戦ですね、JT、銀河、朝日、NHK、これだけになりますので、ちょっと対局数で1位になるのは難しそうですが、まあそうですね、一般棋戦すべてで決勝に行くような活躍ができれば1位逆転ということもあるかもしれません。そして勝ち数ランキング、こちらは伊藤七段や佐々木七段に次ぐ3位につけておりますが、こちらは十分抜ける可能性ありそうですね。続きまして連勝ランキング、菅井八段が8連勝中でございます。佐々木七段の15連勝にどこまで迫れるのか注目です。伊藤匠七段は、残念ながら古賀五段に敗れまして連勝ストップとなりました。今6段と書いておりますが、七段に昇段されております。勝率ランキングは藤井七冠現在7位につけております。8割1分8厘18勝4敗ですね。伊藤匠七段は古賀五段に敗れ、勝率9割から少し落ちまして8割6分9厘となりました。これでも歴代最高記録まだ超えておりますので、果たして伊藤七段や石川五段が歴代最高記録にどれだけ迫れるのか注目でございます。続きまして三段リーグ見ていきたいと思います。宮島三段が2戦を残して14勝2敗、2位以内が確定となりまして、見事に昇段を決めました。おめでとうございます。そして上野三段は13勝3敗となりまして、3位以上が確定となりました。上野三段は次点を1つ持っておりまして、次点2回で四段昇段という権利がありますので、本人がフリークラス行きを拒まない限りは昇段が決まるという形になりました。おめでとうございます。ということで、中学生棋士誕生なるかどうか注目されていた山下三段ですが、1勝1敗で12勝4敗に後退。この結果、最終日に山下三段は上野三段が連敗した上で自身が連勝した時のみ逆転昇段という非常に苦しい状況になりました。まあ、確率的には厳しいですが、山下三段、史上6人目の中学生棋士なるかどうか注目でございます。続きまして、銀河戦決勝トーナメント見ていきたいと思います。こちら斉藤五段が見事に決勝トーナメント進出決めました。その他のブロックから伊藤匠七段、そして森内九段、渡辺六段、西川六段、そして F ブロックまだ未定で G ブロック矢倉七段、そして H ブロック野内八段という形で決まっております。まあ、ちょっと段位がまだ低いのは、トーナメント参加当時の段位となっているわけですけれども、まあ、伊藤五段はここから七段まで昇段されていて本当にすごいですね。藤井七冠は H ブロック決勝から登場となります。現在連勝中の野月八段がそのまま勝ち上がってくるのか、それとも横山七段や羽生九段が藤井七冠と対戦することになるのか、こちらも注目です。そして A 級順位戦見ていきたいと思います。豊島九段、菅井八段が連勝スタート、そして連敗スタートだった中村八段は天彦九段に後手番で見事に勝利しまして初白星となりました。ということで、これで残留争いがさらに混沌となってまいりました。佐々木八段もちょっと、順位が悪いので次の広瀬戦に敗れたりすると4回戦の中村佐々木戦がかなり重要な一番になると、そういった可能性もございます。続きまして C 級1組見ていきます。こちら昨日行われまして、都成七段、斉藤五段、そして服部六段、さらに古賀五段が4勝0敗譲らずとなりました。伊藤七段は2勝2敗となりまして、まあ個人的に本命と見ていたんですが、早くも2敗目ということで非常に苦しい状況となってしまいました。果たしてここから逆転昇級あるのかどうか注目ですね。やはりこの4人の争いというふうになっていきそうです。昇級枠は3名でございます。出口六段、宮田七段、小森五段、そして千崎九段、西田五段、このあたりも注目でございます。続きまして C 級2組、こちらは梶浦七段、山本五段、そして富田四段、高田四段、岡部四段、そして佐藤五段、島九段が、今のところ3勝0敗、石田五段が2勝0敗という形になっております。次は8月31日王座戦第1局と、同じ日に戦いが行われるということですね。続きまして B 級1組、こちらは増田七段が4勝0敗唯一の全勝、それを沢田七段、羽生九段、そして三浦九段、千田七段らが追っていると、そういう状況になっております。ということで続きまして B 級2組、こちらはですね、村山八段、戸辺七段、そして谷川十七世名人が
3勝0敗、そして藤井猛九段も3勝0敗ということで、ベテラン勢が勢いのある、そんな序盤戦となりました。また、久保九段や高見四段、阿久津八段、及川四段、そして、2勝1敗勢がずらっと並んでいるという状況ですね。続きまして、王将リーグ。こちらは、残留組の羽生九段、豊島九段、永瀬王座、近藤七段に加えまして、菅井八段と佐々木勇気八段が予選から勝ち上がって、見事にリーグ入りを果たしました。そして本日行われております、渡辺横山戦の勝者が、7人目のリーグ参加者となりまして、これで全てのリーグ参加者が決まるという形になっております。続きまして、棋王戦見ていきたいと思います。こちらは屋敷九段、広瀬八段、そして伊藤匠七段が見事にベスト8進出を決めました。伊藤匠七段は次、佐々木八段対糸谷八段戦の勝者と対局となります。広瀬八段は屋敷九段とベスト4をかけて対局ということですね。右の山に行きまして、羽生九段は佐々木大地七段と、八代七段は豊島九段と、永瀬王座は菅井八段、そして本田六段は渡辺明九段との対戦が組まれております。続きまして、女流タイトル棋戦概要を見ていきたいと思います。まず女流名人戦は里見女流五冠と鈴木女流三段が4勝1敗で並ぶと、そういう形になりました。そして女流王座戦は西山女流三冠が挑戦者決定戦に進出ということになっております。クラシック桃花戦もいよいよベスト4が出揃ってまいりました。そして女流王将戦は香川女流四段対、加藤渡辺戦の勝者で調決となりました。まあ、女流王座戦と女流王将戦がこう、準決で渡辺加藤戦ということで被っている形ですね。そして清麗戦は里見清麗が西山挑戦者相手に見事に3勝1敗で8月23日に防衛を決めました。本当に強かったです。続きまして八大棋戦概要を見ていきたいと思います。こちらまず王座戦ですが、いよいよ藤井七冠が8冠かけて8月31日から永瀬王座と5番勝負となりました。その他は王位戦では藤井王位が4勝1敗で佐々木挑戦者相手に8月23日防衛を決めております。そして竜王戦では伊藤匠七段が永瀬王座を2勝0敗で倒し、いよいよ竜王挑戦、10月6日から、防衛戦という形になりました。そして、菅井八段、佐々木勇気八段が王将戦リーグ入りとなりまして、残り1名は渡辺九段対横山七段戦の勝者となっております。ということで、最後に直近の注目対局見ていきたいと思います。8月30日、リーグ入りをかけた渡辺九段対横山七段戦。8月31日は永瀬王座対藤井七冠の8冠かけた王座戦第1局。永瀬王座にとっては名誉王座、永世称号をかけた戦いとなります。そして C 級2組一斉対局。で、9月1日は B 級1組。こちら、千田七段のコロナ感染のため延期されていた順位戦ですね。そして棋王戦決勝トーナメント、豊島九段対八代七段の好カード、そして9月2日白麗戦7番勝負第1局、里見白麗対西山女流、棋王戦決勝トーナメント千田佐々木戦、そしてアベマトーナメントチーム藤井対チーム斉藤、そして9月3日 NHK 杯戦藤井七冠対出口六段戦、9月4日棋王戦決勝トーナメント永瀬王座対菅井八段戦が組まれております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。